こんにちは、ハロミです。今回は、ハロプロ史上最高記録を持つメンバーについて。OG を含めると、総勢200人近くのメンバーになるハロプロ。今回はあらゆるジャンルでハロプロ史上最高記録を持つ、意外なトップメンバーを紹介していきます。それでは行ってみましょう。歴代最低身長メンバー、矢口真理。最低身長記録を持つのは矢口さんで、その身長は145センチ。当初150センチ未満のメンバーで結成されたミニモニのメンバーということもあり、歴代ハロプロで最も背が低いメンバーとなっています。そんな低身長でありながら、あまりスタイルが悪いようには見えず、着こなし方が上手いのかなと個人的には思います。とはいえ、高身長の芸能人と並ぶと、トリックアートのよう。ちなみに、現役では松本若菜ちゃんの146センチが最低身長ですが、今後の成長でどうなるかわかりません。これまたスタイルの良いダンバラルルちゃんと並ぶと、小ささが際立ち、すごい絵面となっています。歴代最高身長メンバー、熊井ゆりな。ハロプロ歴代最高身長なのは、もちろん熊井ゆりなちゃん。その身長は182センチでぶっちぎり。現役時代はずっと176センチと言っていましたが、バラエティの、中井の窓で身長を公開測定したところ、181センチであることが発覚。その後、最近の活動では182センチに訂正しています。ハロプロ時代はかなりの逆サバを読んでいたのです。アイドル時代は映像に抜かれても、いつも顔が切れて映らなかったり、カモイに頭をぶつけたり。ですが、卒業後はその圧倒的な高身長を活かして、モデルとして大きなショーにたびたび出演しています。加入当初はハロプロキッズの中でも、同期の須藤真麻ちゃんの方が大きくて、事務所もまさかここまで高身長になるとは想像していなかったでしょう。実際、熊井ちゃんのせいで、最近ではハロプロのオーディションでは両親の身長も履歴書に書かなければいけなくなってしまったそうです。ちなみに、現役ハロメンの最高身長は江口さやちゃん。本人が170センチを超えたことを告白しています。今後どれだけ伸びるのか注目ですね。ハロプロ最年少加入記録、萩原舞。ハロプロに史上最も若い年齢で加入したメンバーは、元キュートの萩原舞ちゃんで、その年齢はなんと6歳。合格者全員が小学生だったハロプロキッズオーディションの中で、最年少で加入しています。こんな幼児並みの年齢で加入した舞ちゃんが、途中で脱退することなく、12年も活動して卒業したのもすごいですよね。最近のオーディションでは、小学校低学年は応募資格がないため、この記録が今後破られる可能性は低そうです。ハロプロ史上最年長メンバー、篠田美穂。OG 含めハロプロ加入者で最も高年齢なのは、太陽とシスコムーンのメンバー、篠田美穂さん。ハロプロ年長者といえば、中澤さんと思われがちですが、中澤さんは24歳でモームスに加入。対して篠田さんは26歳で加入しています。ちなみに卒業年齢で言うと、ハロプロエルダークラブを卒業した中澤さんの35歳が最高記録。これまた、破られることのなさそうな記録です。ワンコそば大食い記録保持者、さやしりほ。ハロプロではかなりのメンバーがワンコそば企画を行っています。歴代1位は元モームスさやしりほちゃんの142杯。制限時間15分というルールの記録です。こぶしファクトリーの小川れなちゃんも209杯という記録を打ち立てていますが、これは制限時間45分でした。その後15分ルールで改めて挑んだ時は、138杯だったので、歴代2位の結果ですが、45分で209杯もすごいですよね。ちなみに最下位は、高木さゆきちゃんの8杯です。また、お茶の馬の石栗かなみちゃんも、一人でいるサイズピザ2枚を食べてしまう大食いぶり。蕎麦アレルギーのためワンコ蕎麦は挑戦できないそうですが、現役大食い女王派石栗ちゃんかもしれないです。ハロプロ在籍期間最長記録、嗣永桃子。在籍期間最長は、桃地こと嗣永桃子で、ベリーズ工房デビューから数えても、13年以上になります。ハロプロを語る上でも外せないメンバーだけに、芸能界を引退してしまったのは残念です。現役メンバーだと、福村瑞希、生田絵里奈のコンビが最長ですが、桃地の記録を破るのはなかなか難しそうですね。ハロプロ在籍期間最短記録、島村詩。あまりポジティブな記録ではないですが、歴代で在籍期間が最も短いメンバーは島村詩ちゃんで、7ヶ月という短さです。2014年11月に加入しましたが、詩ちゃんの両親と事務所との間で合意できない部分があり、脱退という結果になってしまいました。今後ハロプロで1、2を争う中心メンバーになっていくと思われていただけに、多くのハロータにショックを与えた脱退でした。ハロプロ史上、最速で研修生から昇格したメンバー。
これは、一般加入から入ったメンバーは含まれないので、研修生に限った話ですが、ハロプロ研修生に入ってから最短でデビューしたメンバーは、金沢智子ちゃん。厳密には、元拳ファクトリーの広瀬彩香ちゃんや井上玲ちゃんが2ヶ月で昇格しており、最短とも言えますが、この2人は研修生加入前に、すでにツンク参加のナイスガールトレーニーとして活動していたため、最速は金沢さんとしました。金沢智子ちゃんは、2012年11月に研修生に加入し、2013年2月に3ヶ月で昇格。さすが、カラオケコンテストで優勝した実績を買われ、ハロプロ研修生に特待生で入ったという経歴の持ち主であります。またいつか、あの歌声を聴ける日が来たらと願ってしまいますね。最も多くのライバルにデビューを先越されたメンバー。これもハロプロ研修生前提の話になりますが、本人が研修生になってから、自分より先にデビューされてしまったハロメンの人数を調査しました。最多人数を見送ったハロメンは市岡玲奈ちゃん。その人数は41人にもなります。実際のデビューチャンスを見ると凄まじく、ジュースジュース初期メンバー、モーニング娘。12期メンバー、スマイレージ3期メンバー、カントリーガールズ初期メンバー、拳ファクトリー初期メンバー、椿ファクトリー初期メンバー、アンジュルム4期メンバー、カントリーガールズ2期メンバー、アンジュルム5期メンバー、椿ファクトリー2期メンバー、モーニング娘。13期メンバー、とかなりのオーディションでデビューを逃しています。研修生時代、最初は歌の練習場所だった自宅のお風呂が、いつしか泣く場所に変わってしまったという、市岡ママから報告されたエピソードも心に来ました。今はビヨーンズのリーダーで活躍していて、とても嬉しい限りです。ちなみに、研修生の松原ゆりやちゃんはすでに43名に抜かれており、ハロメンとしてデビューした場合、市岡ちゃんの記録を塗り替えることになります。卒業発表から、ハロプロ卒業までの最速記録。ハロメンが卒業を発表してから、実際に卒業するまで、普通、ある程度猶予があることが多いです。その中でも最短日数でハロプロを旅立っていったのが、元スマイレージの小川咲ちゃん。2011年8月24日に卒業発表し、3日後の8月27日に卒業しています。藤本美貴さん、矢口真理さんも発表と同時に辞めていますが、これは脱退という形のため例外とします。円満に卒業したメンバーとしては、小川咲ちゃんがぶっちぎりで最短です。ちなみに、逆に発表してから実際の卒業までの期間が最長だったのは、元アンジュルムの和田彩香ちゃん。1年2ヶ月以上で最長です。現役時、写真集の発売数最多記録。ハロプロ時代に最も多くの写真集を出したメンバーは、高橋愛ちゃんで、13冊もの写真集を出しています。現役メンバーで言うと牧野マリアちゃんがすでに8冊出していますが、13冊を超えるのはなかなか難しいのではないかと思います。それだけ愛ちゃんへの事務所の期待も大きかったということですね。ちなみに最も売り上げが大きかったのは、後藤真希さんの2001年に発売された写真集、後藤真希、約16万2000部を売り上げています。最近出した写真集もめちゃくちゃ売れているそうで、さすがレジェンドですね。研修期間最強メンバー、米村キララ。晴れてデビューできたメンバーの中で、最も研修期間が長かったのは、米村キララちゃん。かなり小さい頃にハロプロ研修生に加入したというのもありますが、お茶の間になるまでの研修期間は6年近くになります。宮本かりんちゃんや加賀楓ちゃんも長いイメージですが、研修生を5年以上やってハロプロデビューできたのは、米村ちゃんのみ。ただ、これまた松原ゆりやちゃんがデビューできれば、研修生最長記録を塗り替えることになります。参加ユニット数最多メンバー、石川理香。今でこそ減少傾向にある、ハロプロ内ユニット。ハロプロ史上最も多くのユニットに参加したメンバーは、石川理香さんで、少なくとも16以上派あります。確かに黄金期は、大抵のユニットに石川さんが入っているくらいのイメージがありました。実際にユニットを振り返ってみると、モーニング娘、タンポポ、青色セブン、三人祭り、セクシーエイト、セブンエアー。カントリー娘に石川理香、ポッキーガールズ、モーニング娘乙女組、ロマンス、エコモニ、ビユーデン、アヤヤムイズエコハムズ、デフディバ、音楽ガッタス。さすがユニット女王の石川さん、かなりの数のユニットに参加しています。それだけ事務所が石川さんを信頼していたのでしょう。また昔のようにグループの垣根を越えたユニットが増えてほしいですね。ということで、いろんなジャンルでのハロプロクイーンを紹介してみました。なるべく比較しやすい記録で調査しましたが、時代のせいもあり、トップの記録を調べるのは意外と難しかったです。他にも、歴代トップの記録を持つハロメンがいたら、ぜひコメントで教えてください。高評価、チャンネル登録も良ければお願いします。以上、ハロミでした。